はいどうも、おはこんさつま、うしみです。今年の夏も、鹿児島で有名な花火大会の一つであるサマーナイト大花火大会は、中止になったのですが、その代わりとして、去年はウィンターナイト大花火大会として、クリスマスの時期に花火大会が開催されていたんですけども、まあ寒い冬に花火というのはまあ最高だったと思うんですけども、まあ配信でもちょっとやってたんですけど、牛は見れなかったんであれなんですけども、今年はなんとですね、オータムナイト大花火大会として、開催が決まったんですけども、今年はですね、なんとその翌日ね、翌日に有名な祭りの一つでもあるお原祭りと、連日開催になったようです。今年で第70回になるお原祭りの前の日に前祝い的な感じですかね、オータムナイト大花火大会が開催されるということですが、今年は11月の2日の夜7時から約20分程度で鹿児島市内全域の20カ所で打ち上げということですが、場所などの詳細については改めて紹介されるということで、鹿児島市の公式ツイッターなどをチェックしておきましょうね。で、去年の鹿児島ウィンターナイト大花火大会とは多分場所を変えてるかもしれませんね。まあ密を避ける意味でですね、まあそういう時代なのでしょうがないですけども、まあ秋の花火大会というのもいいですよね。しかも翌日にその70回を迎えるお原祭りが控えてるというのもまあ最高じゃないですかね。ほんと最高ですよね。ちなみに、今年は、前日の2日に開催される夜祭りを中止して、3日の総踊り連を午前10時20分から午後0時40分まで短縮して開催されるようで、毎年2万人の踊り連が参加する祭りなんですけども、今年は、3100人に制限して行われるようです。まあちょっと減るのは寂しいですけど、こればっかりは仕方がないですね、本当に。まあ牛もですね、1回くらいお原祭りを生で見たいんですけども、まあ正直お原祭り自体見たことがないんですよね。まあの映像というか地元テレビ局の YouTube 配信でしか見たことがないので、生はちょっと見たいですね、生で見てみたいですね、本当に。今年は沖縄の方でバーチャル沖縄国際通りというものができていて、そこでですね、エイサーをご当地系 VTuber の方や地元の方たちが踊るというものを VR 空間でやっていたんですけども、これはですね、ぜひ鹿児島でもバーチャルの天文館を作って渋谷鹿児島お原祭りを VR 空間でやるというのもありかもしれませんね。もう東京の人と、まあ、渋谷にいる人と鹿児島の人がバーチャルの天文館で揃うっていうのは最高じゃないですかね。いや見たいですね、個人的には。本当にどこかお願いします。星屑空いつでも